アシンチへようこそ、ロマンス氏とロビンです。ということで、暇だからプリンを作る男、よろしくお願いします。ということで、今日はプリンを作ろうかなと私思っております。というのもですね、前回ね、一度、作ってはいたんですけど、失敗しちゃいましてね、もう僕の本当に大好きな、ね、食べ物の一つであるやっぱプリン、完璧にやっぱね作れないことには、終われないかなということで頑張ります。ただただ頑張ります。丁寧に頑張る。よし、早速やっていきましょうか。よし、ではね、作っていこうかなと思います。じゃあいろいろ測ってこっかな。先にまずは牛乳、これ 250cc。 ちょっと見て、前回のね、一応反省点としては多分火加減だと思うんだよね。ちょっとね、強火でやりすぎちゃった。ロビさん非常に邪魔なんですけど。はい、じゃあこのね、牛乳を火にかけて軽く温めます。めちゃめちゃ弱火、ちょっとふつふつとしてくるぐらいまで。よし、卵2個、グラニュー糖40、混ぜちゃいます。いやー、今回うまくできるかな。うまく作れた試しがないんだよな。悲しいかな。はい、ここに温まった牛乳入れます。だいたい60度から70度になっております。ちょっとずつ、ちょっとずつ。はい、ここにね、生クリーム100ml 100cc 混ぜる。そしたらこの混ぜた卵液を、あ、待って、あぶねー、毎回バニラエッセンス入れるの忘れちゃうんだよな。バニラ入れます、数滴。はい、で、こし器用意しまして、このこし器にね、投入します。はい、これで綺麗な卵液が完成いたしました。よし、じゃあこの卵液をコップに入れます。完璧じゃない目分量。よし、これをまず上にね、アルミホイルで蓋をしまして、頼む、固まってくれ。いや、固まりはするんだけど、いつもやりすぎちゃうんだよな。で、こちらせいろ用意して、これ沸騰はしてないんだけど、湯気だけ出てるみたいな、これぐらいのお湯に入れます。頼むでー。で、火はもう超弱火、とろ火ぐらいで、この状態で蓋します。これで20分ぐらい待ちます。ちょっと時折様子見ながらでいくわ、怖いんで。15分ぐらいで一回見ようかな。じゃあ20分後までさよなら。はい、ということで、まあね、弱火で20分、その後火を止めて、そのまま余熱で10分、経ちました。固まってくれてたらいいんだけどな。開けまーす。パカッ、お、ちょっと開けてみましょうか。パカッ、あ、いや、いいんじゃない。わっ、ちょ待って、もうちょいだ。オッケーオッケー、もうちょい。いや、だいぶ良かった、だいぶ良かった。これちょっとさっき開けちゃって火が足んないと思うから、ちょっと弱火でまた10分ぐらい様子見るわ。パカッ、さあできたともっぱらの噂です。あれからまた、10分火入れて、10分火止めて置いておきました。これできたでしょ。オープンします。パカッ、よし、見てみるよ。来たね、これは。来たよ、来た来た来た、これ来た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 。はい、プリンでーす。プル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 、いいんじゃないこれ。来たー、ついに。見て、表面も滑らかで、きたー、初めてちゃんとプリンできた。ちょっと全部取っちゃいます。はい、ということでプリンが作れましたー。よっよよよよよ、まあこっから冷やさないといけないんですけど。中液体になってないから大丈夫なはず。よし、じゃあ冷蔵庫で冷やします。まあ、最悪固まってなかったら冷凍庫にぶち込んでプリンアイスにしちゃえばいいから。はい、じゃあさよなら。はい、ということでプリンが
できました。なんとこのプリンを食べようとした瞬間にめちゃめちゃどでかい地震が来てクソ焦りました。じゃあ早速食べましょうか。ちょっとカラメル作ってないんだけど、まあいいでしょう。いただきます。あ、待って、これみんな完璧だ、完璧なんだけど。いただきます。ちょっとみんなマジうまい、めちゃめちゃうまい。しかもいや、うわー、うまい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 、なにこれ。ちょっと蜂蜜かけちゃおう。蜂蜜プリン、いただきます。うまっ。あ、尋常じゃない甘さの権限。あー、ごちそうさまでした。あの、プリンリベンジということで頑張って作ったんですけれども、見事大成功、最高でございました。いやー、まあオーソドックスなね、王道プリン、これ滑らかプリンか、作れたんで、まあ次回はね、またまた王道カスタードプリン、これも作ってみたいですね。ということで次回はね、カスタードプリン作って、またプリンの道を極めたいと思います。ということで本日の動画でした。皆さんご視聴ありがとうございました。バイバイ。マジでうまかった。